ようですね、異端と称しております。はい、巷にはびこるなんてやらですね。巷にはびこる恋愛家は脅威の疫病でございます。はい、2月23日に、はい、単独公演がございます。会場はどこでしょうか。新宿歌舞伎町、はい、風林会館ニュージャパン、ジャパンで行いますので、ぜひ、そうですね、その一旦をお見せします。ギャロンの映像をご覧ください。どうぞジャパン、ギャロンです。そうです。自己紹介を。僕ジョジョです。ヒラヒラです。ヨゴジョです。ミスダネです。モンです。大体待っております。配信。何にしました。いやー、ちょっとポンと出てこないですけど、はい、何か変わった、いつもやらないように。野球拳とかね。野球券を教えていただければ幸い。2着ぐらいですね。太陽を聞きながら新宿の、はい、風林会館、ニュージャパン、ニュージャパン、はい、単独公演を行います。はい、ぜひご来場いただければ、ご来場いただければ思っております。よろしくお願いします。お願いします。はい、こんな感じですかね。業者の手違いということで、なんと届かない。はい、いい感じです。奥座敷の輸血日初日ですが、完全にもうここを破けてですね。そのまま歌ってました。言ったらもう何、もうひどくなってる。ジョーさん、極上の悪夢見えてますよ。極上。はい。極上の悪夢。極上の悪夢。極上の悪夢、ご堪能くださいませ。喋るチャンスだよ。うわチャンス。もう締めます。引き続きさあ頑張ります。ギャロの、6月の高田馬場エリア公演とアベルカインの、ツタヤウエスト公演、向けて頑張りましょう。それでは、ヒール。いろいろと、この歌番組にしかできないような、さあ、こちらのアイテムなんか、たくさん用意できると思いますので、楽しみにしていただきたいなと思うんですが、いろんな音楽があると思いますが、この音楽を叩き潰せればいいかなと思っております。ますねえ、カバちゃん。でもこの目でですね、もう僕たちはもう心惹かれ合う、中になっております。はい、もう最高の時間にしたいなと。そう、実は今撮影もいい出来だと思います。楽しみですけどね。いやまさにね、まさにこう血しぶきが飛ぶ、はい、そういうね、そういう声になればいいよ。花の馬場エリアで、生誕祝賀公演行います。はい、ぜひ。いやー、とうとうこのツーマンが実現しました。まずはシベルマシルのボーカル泉です。ギャロジョジョです。いやー、もういきなりこの始まったこのテンション感はあれだけれどもね、この2人がもう札幌、5月か札幌、もうね、もうジョさんね、もうこれはね、プランプランでね、もうやばいよこれ、プランプランでね、もうということで、楽しみにしといてください。それではギャロライブやろうと思うんでね、皆さん楽しみにしといてください。はい、ジョさん、僕らはギャロ、3月10日に、新宿レニーで、単独公演を行います。ぜひご来場ください。よろしくお願いいたします。ということでね、もうね、もうこの、もう助産はね、このテンションで、僕はこんなね、うるせえやつだな、みたいなとこあるけどね、こう、二人が交わり合ったらやばいんじゃねえの。ってことでね、皆さん、お楽しみにしておいてください。それでは、パクッ。なんて思っております。そうですね。
ちの和尚君が帰り、まあ、させていただくとですね、我々は、いろいろね、ご飯を控えておりますよ。はい、ツアーが来年から行われます。1月23日、大阪、1月25日が名古屋で、3月30が、東京、オーウエストで単独公演がございます。ドリームで、ツアーファイナル単独公演があるので、そちらもぜひ、来てください。よろしくお願いします。はい、今日あんまりこう、わーってなんないような感じでちょっとあるか気をつけてみました。はい、ちょっとごめんね、ちょっとあとでちょっとやっとくかというわけです。ありがとうございました。